皆さんこんにちは、青猫です。日本、台湾にワクチン約100万回分を追加供与へ。外交部、心から感謝。茂木敏充外相は25日午前の記者会見で、台湾に新型コロナウイルスワクチン約100万回分を追加供与すると発表した。来月中旬以前に台湾に届ける予定。具体的な日程については調整すると説明した。外交部は同日、日本側に心からの感謝を表明し、日本のこの行動は揺るぐことのない対日の熱い友情を証明したと歓迎した。日本政府は今月4日、世界に先駆けて台湾に A アストロゼネカ製ワクチン約124万回分を無償提供した。茂木外相は会見で、東日本大震災発生時に台湾からいち早く義援金が送られたことや、人道分野や人的交流分野で様々な協力が日台間で進んでいることに言及。蔡英文総統をはじめ、多くの台湾の人々から日本のワクチン提供について感謝の声をもらっているとし、日本として大変良かったと考えていると述べた。鄭文山桃園市長がいち早くツイッターで蔡を投稿されています。日本から再度の温かいご支援に対し感謝します。茂木外務大臣は7月中旬にさらに AZ ワクチン100万回分を台湾に提供すると発表。これは6月4日の124万回分のワクチン無償提供以来2回目。日本政府と日本の友人に心より感謝いたします。引き続き頑張っていきます。前回の時も桃園国際空港にワクチンが到着し、鄭文山市長のお礼のメッセージが印象的でした。追加の供与が決まって一安心ですね。日台の絆がさらに深まりそうです。今日はこの辺で。よろしかったらチャンネル登録お願いします。青猫でした。